本作、「白日夢」は1919 19年の中央美術主催の新代邦画展覧会に出品された一作です。この展覧会は洋画家の手による日本画の清髄をテーマとして13人の作家が出品し龍氏は洋画的な傾向を非常に強く表現した日本画作品を発表しました。 まず目を引くのは、シャモの羽毛のタッチでしょう。荒々しいタッチで、油彩を塗り重ねたような表現で羽毛を表しています。また、画面内には畑が直線的に表され、規則的に並んだ野菜の葉には、青や赤といった鮮やかな色彩がリズミカルに配置されています。 本作について竜使はただ無限的に描いたと述べていますが洋画のフォービズムを日本画に取り入れていこうとした狙いがあったものと考えられます本作が発表された年日本美術院最高第6回展で竜使は土を発表しています未来を想起させるような 麦畑をその作品で粒子は描きました白日夢はこの時期急激に洋画的傾向を強めていった当時の粒子の画風がよく表された作品ということができます。